おえしきは、宗祖等の命日に合わせて行われる大法絵である。本来は、法絵の儀式の略でえしきという言葉の通り、特定の宗派の行事を指す言葉ではないが、俳句において、詩も、術の日蓮宗のおえしきから、秋の季語とされるように、一般的には、日蓮の記述を指す。江戸自慢十六教、池上本門寺えしきおえしき万道連供養万道、おえしきは、 日蓮門下の諸派で、日蓮の命日の10月13日等に合わせて行われる法要である。数十万人の参拝者が訪れる祭りとして、特に東京都大田区の池上本文字が知られている。期限は定かではないが、浮世絵師の歌川広重の作品、江戸自慢36教、江戸名称図絵で描かれていることから、江戸時代末期までには始まっていたと考えられる。 日蓮の命日の前夜はおタイヤと呼ばれ、各地から集まった子が、行列四万道や提灯を掲げ、的を振り、内ち太鼓や鐘を叩き、大木を唱えながら、境内や寺の近辺を練り歩く。古来は、提灯にろうそくを灯し、内ち太鼓を叩きながら参詣する簡素なものだった。的を振るようになったのは、一説によると、明治時代に町引け師たちが参詣に訪れた。 ことによるという。近年は、マンド道の明かりとして、ろうそくの代わりに発電機を利用、電球や LED などで装飾している。これは単にマンドーを目立たせる、豪華さを演出する等の演出の意味合いもあるが、これらマンドウや町鎮等の物具は、個人保有が大半であり、また、物具補修費用が高額のため、ろうそく使用の場合に起こるマンドウや町鎮へのすすけや、炎症被害を防ぐ、 意図の方が強い。日蓮宗の寺には、境内に岸も神を祀る場合が多く、岸も神の祭りを兼ねる場合も多い。寺によっては、花祭りではなく、お絵式や千部会に地獄行列が出る場合がある。なお立証厚生会は10月第1日曜日に、お絵式、一条祭りの名前でほぼ同じ趣旨のイベントを行っている。浄土宗では、法年の両親を供養する。 浄土宗最大の行事をおえしきと呼ぶ。浄土宗には、このほかお重屋という重要な行事があり、日蓮宗のおえしきと、ほぼ同時期に行われる。法隆寺では、実質的に宗祖といえる聖徳太子の、正月命日に当たる3月22日から24日に、おえしきが行われるが、特に10年に一度行われる、大法要は、聖霊会と呼ばれ、 南トラクショの画学に合わせて学人が舞う部学が奉納される。その他、華厳宗、新言宗、一部の神社にも同様の行事がある。誰でも観覧、撮影可能なもの、は、後行列、後前が登場北関東南関東昭和5年、静岡浅間神社、二重化開催京都府。ありがとうございます。